Vi sitter her i venten, spiller lite dosa og pusher på smeke med motståndet vi leker. いつ試合優おめでとうございます。どうも。ステージパフォーマンスが最高だったと評判ですが。なんだ、ずいぶん不機嫌そうだな。ま、そりゃそうだよね。はて、なんでだ。だってちーちゃんはイオリたちのために仕方なくミスコン出たのにさ。なのにイオリたちは他の子のために頑張ってたじゃない。そもそもちーちゃんが男に絡まれるのはミスコンに出たせいなのに、自分のことは助けてくれないなんて腹が立つよね。言われてみればそりゃ怒るわな。この喜びを誰に伝えたいですか。はい、そうですね、そこの酔いつぶれている私の彼氏に伝えたいです。うん、はい、彼氏ってあいつのことか。俺弾痕の変態じゃねえか。なるほど、男よけにイオリを使ったか。これで二人は恋人同士ってか。まったく、あの子らはどうするつもりなんだろうね。なあ公平、気のせいかもしれんが。なんだ北原、みんなの視線がいつもと違わないか。俺もそう思っていた。なぜだろうな。わからん、俺たちはいつも通りなのに。だよな、いつも通りだよな。何があったか聞いてみろよ。俺が？お前が聞いてこいよ。いやだ、知らん奴に話しかけて拒絶されたら辛いだろう。やれやれ。なあちょっといいか。気安く話しかけんな、殺すぞ豚野郎。俺の言った通りじゃないか。明らかにおかしいだろう。初対面の人間ってのはそんなもんだ。お前どんだけ壮絶な初対面を経験してきたんだよ。